はい、皆さんこんにちは。今日はニスモオリジナルの限定トミカの予約情報をお知らせします。まずは日産オンラインのホームページだね。で、このニスモフェスティバルっていうところをタップするとページ変わるね。で、下の方を見ていくと、ここに限定トミカ第1弾12月6日19時から予約開始になります。で、第2弾が12月6日の20時から予約開始だね。で、前回も日産限定の GTR の販売の時もサーバーがすごくつながりにくかったね。今回もおそらくそんな感じになるんじゃないかなと思います。第1弾の予約受付の時に買えなかった人はこの第2弾の方がチャンスだね。で、下の方を見ていくとこれだね。トミカのモチュールオーテック GTR スーパー GT GT500 2018年富士ウィナーカラーって書いてあるね。で、下の方を見ていくと、で、今回のこのモデルにはピットの床面とか壁面を再現したスペシャルバックカードが付いていますって書いてあるね。で、リアウィングの翼端の部分のステッカーも2種類選べるようになってるって書いてあります。で、購入制限についてのお願いっていうところにはお一人様につき1台のご注文って書いてあるね。で、お支払い方法はコンビニ支払いが選択できないので基本クレジットカードの支払いになるってことかな。で、販売価格の方は1300円だね。で、以前こういうモデルの場合って以前確か1800円ぐらいだったんじゃないかなと思うんだけど、今回はちょっと安くなってます。で、トミカ以外のミニカーもたくさん発売されます。モチュールオーテック GTR のモデルでは18分の1のエブロだと3万円だね。その他もたくさん出てくるね。エブロとか強小からも出るね。この辺3900円とかっていうのもあるね。こういったミニカーファンにとってもすごく嬉しい商品がたくさん出てきます。で、ミニカー以外にもニスモフェスティバルの限定商品がたくさん出てきます。コンテナボックスとかキャリーワゴンとかっていうのも出るんだね。ロング T シャツとかタオルとかだね。あと、マスコットキャラクターとかの人形も発売になってます。で、今回の限定トミカはモチュールオーテック GTR の2018年って書いてあるね。だから以前2017年版っていうのも発売されました。その時と違いをちょっと見てみようかな。これだね。2018年と2017年を比べてみるとボディカラーとかボディのデザインは基本的には同じなのかな。でも、スポンサーのステッカーとかが微妙に違うような気がします。でも実際比べてみないとわからないけどね。で、箱のパッケージのデザインも違うのかな。これだね。2018年でこちら側が2017年のパッケージです。一番の違いは車体のデザインの違いもあるけど、左上のところにプリントがされてるのとされてない、ここの違いかな。おそらくここにウィナーとかっていろいろ書かれてるんじゃないかなと思います。で、この2018年のバージョンにはバックカードっていうのがついてるんだね。2017年の時はついてなかったです。ディスプレイするにはなんか良さそうだね。で、2018年版は今回もまたステッカーがたくさんついてるね。で、価格の方が2018年は1300円だね。で、2017年のバージョンは1800円で発売されてたので500円の違いがあるね。もしベース車種が同じだったらバックカードもついてる2018年は結構お得な価格帯だね。はい、今日はニスモオリジナルの限定トミカの予約情報を紹介しました。で、今回のこの動画を参考にしていただいて予約の方をチャレンジしてみてください。で、ニスモフェスティバルは富士スピードウェイで12月2日開催になってます。で、レース会場の方では当日朝7時から販売が開始されるんだね。結構朝早いね。で、下の方を見ていくと
販売される一覧が表示されます。でトミカ、モチュール、オーテック、GTR があって、その他限定ミニカーっていうのも発売されるんだね。これもちょっと気になるね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。